も皆さん、オハボンバー、ボンバチュア、ボンバーは徳島のパンムキンです。いつもご視聴とコメント、高評価、本当にありがとうございます。さあ、本日もね、ドッカンバトルをやっていく前にですね、ちょっと一言だけ言わさせていただいていいですか？一言だけなんで、うん。前のアパートのカップル、イチャつくなら家でやってくれ！はっきりした。で、今回の動画なんですけども、サムネ見ていただくとわかるんですが、みなが貼らなさそうなバトルカードにスペシャルステッカー貼ってみた第5弾でございます。ありがとうございます。もうこのシリーズもね、第5弾目ということで、まあ第4弾目から、ね、結構ね、あのね、期間空いたんですけども、やっとねスペシャルステッカーが、まあ、7枚ね、集まったんで、今回ねバトルカード私が、ピックアップしました。7体に貼っていこうかなと思ってますんで、ぜひ最後までご視聴の方よろしくお願いいたします。で、第1弾からね、第4弾まで見てないよって方は、また概要欄の方に URL リンク貼っておきますんで、またお暇な時間あれば、そちらの方もぜひチェックしてみてください。ということで、早速ね、行きましょう。で、今回選ばさせていただいた7体なんですけども、この7体でございます。はい。で、ついこの間ですね、極限 Z バトルにて極限 Z 覚醒いたしました、イーシンロですね。で、魔人ブーゼン。で、通常ガシャさんのピッコロですね。で、アルティメットご飯九州の魔人ブー。これ皆さん見たことないでしょ？確かなかったような気がする。で、メタルクーラー。で、技の通常ガシャさんのスーパーサイジンベジータですね。はい。で、宝石交換所で、交換できます。極速クーラーということで、この7体ですね。まあ、貼っていこうかなと思ってます。で、最初にですね、どれ貼っていこうかな。まあ、とりあえず、この宝石クーラーからいきましょうか。お願いします。いきましょう。でもワンチャンかっこいいんじゃないかなと思ってる。うん。おお、かっこええやん。ワンチャンかっこええやん。あ、びっくりした。ちょっとこのね、周りの銀の、スパークというんですか、ギラギラですか。これがね、うにょうにょ動くだけかなと思ったら、結構ね、こういう、この速さでね、エフェクト動いてくれたらね、結構映えるんですよ。うん。いや、これかっこいいですね。はい。ぜひね、この極速クーラー貼りたいなって方おったらね、ぜひ、まあ、貼っていただいて。はい。いや、かっこいいな。いいね、いいね。素晴らしい。出だし順調ですよ。で、続きまして、これ行きましょうか。魔人ブー、アルティメットご飯吸収。はい。お願いします。ゴースト笑ってない。ゴースト笑え。うわー、ほら、これな。こういうことやね。いや、このタイプのバトルカードは、もううにょうにょ動くだけなんだよな。あ、もうちょっとスピード感あってもよかったかなと、思ってます。うん。いや、そうか。これは失敗だね。これ皆さん貼らない方がいいです。これは貼らない方がいいですね。今のところこれがね、かっこいい。いや、ここかっこいいな、マジで。俺は好きですね。はい。よしよし。じゃあ続きまして、そうですね。メタルクーラー置いとこう。これいこう。ベジータ。極技のスーパーサイジンベジータ。これでもワンチャンかっこいいと思うけどね。お願いします。どうですか？ええー、まあ、まあ、でもアロハン九州ブーよりもまだマシかな。うん。もうちょっとね、スーパーサイジンのオーラが、画期的に動いてくれたらもっとね、映えたかと思うんすけどね。いや、ちょっと残念。ちょっと残念。まあ、これよりマシか。ああ、ですね。はい。極技、スーパーサイジン、ベジータでございました。はい。よしよし。まあまあまあ。ね、続きまして、じゃあメタルクーラー行こうか。いや、ちょっと待って。ピッコロ行こう。ピッコロ。もう想像つくけどね、これも。まあ行きましょう。ピッコロです。お願いします。ほらね。そういうことなんや。そういうことなんや。やっぱりそうか。もう想像通りですね。うん、想像通りだからね。コメントもしづらいのよ。ね。まあそういうことなんですよ。はい、ピッコロでございました。もうなんか、もうちゃっといくわ。もうピッコロ、残念だな。
うん、やっぱりね、周りの木のオーラがないバトルカードはやっぱりね、まあそんな感じでございます。はい。で、じゃあ魔人ブーツへ行こうか。これね、これかっこいいと思う。あ、これ貼ってた人おったかな、ちょっとわかんない。魔人ブーツへ行こう、お願いします。おう。コメントしづらいな。そう、コメントしづらい系がね、私にとってはちょうどいいんですよ。面白いから。あ、そう。うん、そうか、そうか。そういう感じか、君ね。あー、そうか。この手の持ってる、気弾がビカビカ光ってるだけということですね。なるほどね。はいはい、了解でございます。極体の魔人ブーゼンでございました。はい。ちょっと待って、じゃあメタルクーラー行こうか。メタルクーラー行こう。これかっこええやろ。でこの周りのオーラあるもん。うん、これ行こう。メタルクーラーお願いします。これ貼ってる人おったかな。ほら、かっこええやん。これメタルクーラーかっこええやん。あー、いいや。やっぱり周り抜きのオーラがね、こうやって画期的に動いてくれるのが一番ええんすよ。これでこそスペシャルステッカー貼った価値が上がるっていうわけですね。語彙力ごめん。日本語おかしいな。うん。買った甲斐、貼った甲斐がある。そうそうそう。そういうこと。もう漢字も日本語もままならない徳島のパン文具でございます。はい。いや、これでもね、この二つちょっとね、残念ですね。はい、最後ね、スーパー EC の言いましょう。これも想像つくけどね。うん。言いましょう。スーパー EC のじゃない、EC の。ラスト、イシンロ、お願いします。あ、で、あ、ちょっと想像と違ったぞ。想像と違ったけど、地味だな。うん、想像とは違ったけど、地味。うん、でもね、かっこ悪いわけではない。うん、地味だけどね。地味だけど、かっこ悪いっていうわけではない。うん。貼るのもありかと思ってる。うん。そういうことですね。はい。いい進論で、極体いい進論でございました。はい。で、おさらいいたしますと、極速クーラーですね。はい。極技スーパーサイヤ人ベジータ。メタルクーラー。極体メタルクーラー。で、極体じゃない、極地メタルクーラー。で、極地、魔人ブーアルティメットご飯吸収。で、超体ピッコロ、魔人ブーゼンで、イーシーノでございました。まあこの中でね、MVP はこれかな。うん、メタルクーラーですね。うん、ぜひね、メタルクーラー貼ってない方、うん、ワンチャンメタルクーラー貼ってもいいかなと思ってます。で、この中で、そうですね、もうダントツでダメなん、これね、アルティメットご飯吸収の魔人ブー、これは貼らない方がいいですね。ああ、これもちょっと残念ですね。だからね、まあ、これ MVP は今日この、極地のメタルクーラーなんですけども、あえてこっちも、うん、かっこいいかと思いました。はい。というわけでね、最後までご視聴ありがとうございました。この動画が良ければ、チャンネル登録、コメント、高評価、よろしくお願いいたします。で、第6弾あるかどうかわかんないですけども。それでは皆さん、またね！